最初分かんなかった誰だか。ハリちゃん。結構やっぱり濡れると細くなるね。結構平気だね。うん。あれあんこたちは？マルも今一回。はい入ったの？びちょびちょ。またあそこでかん。大丈夫かな？さっきまで加えてた。大丈夫？あ、また。ハルちゃんがルーシー追っかけてる。ねえ、狙ってるもん、ボールを。取った。ブルブルすんなよ。何今？クラゲね。こうやって、これ水クラゲだもん。刺さないの？刺さない。うん、水クラゲは大丈夫。あ、みんなそうなんだこれ。そうだよ。よくほらあの水族館で綺麗な白い透明なやつがふわふわしてんじゃん。あれだよこれ。そうなんだ。うん。トラちゃん何やってんの？トラちゃん。水だらけになってる。ああ。逆効果だよ。余計ついちゃってるよ。いや、やろ。すんげえ嬉しそう。ね。ね。出すのよかった、大丈夫で。うん。レオが入っていっちゃったからよ。そう。レオが入っていったから。一人だったら入んないかもしれないよ。うん。ラッシュ、どこ行くの？おいで。レオ行け。ハルちゃんがずっと追っかけてるよ。意外とガンガン行くんだね。ね。本当本当。すごい。こんなハルちゃん初めて見た。追っかけ回してる。別人のようよ。意外と安いし。嬉しそう。最高。ルーシー。ルーシまたよこせよこせってまたレオのわがままが始まった。あれ誰が持ったのあのボール？違う、あったんだよ。あ、ジェシー？あ、そっか。あったじゃないんだ。いやー、いけねえ。ジェシー、ほら、飲み込まない大きさの。あー、そっか。そっか。そりゃすみません。あー、向こうに流されちゃった、あのほら、タンクが。あんなとこまで行った。ねえ。これ、帰ったらもう、今日は水洗いしかできないけど。
バシャバシャ水洗いしなくちゃ。種つけたままにして。うん。綺麗になったよ。うん。お嫌いされなきゃいいけどね。ね、水洗いしないと食べちゃうよね。うん。